はい、トランプ前大統領、うん、まあ、いよいよですね、先週もちょっとこれ、先週のあの録画してる時点でもすでにトランプ逮捕かという情報が出ておりましたので、うん、まあ、それについて、まあ、実際今回起訴されて出廷しました、はい、大陪審の方で言われましてですね、まあ、起訴されるということになって、はい、ニューヨークの地区の、はい、うん、法廷に、まあ、出たということです、はい、ただこれやっぱ長期化するっていうのは間違いなくて、うん、次に出廷するのはトランプ自身出廷するのは8月と、うん、だからそれ今まあ、はい、訴え34件ありましたということで、うん、それに対して、その証拠をやっぱ見てどうするのかって言って決めて控訴するのかどうかっていうところも含めてなんですけど、それでもう一回戻ってくるのが8月ということなんで、うん、だいぶこれ長いことかけてやるっていうことは、うん、まあ、今回分かったということですよね、はいはい、まあ、いくつかこの、まあ、大きなリアクションとして一つ今回まあちょっと驚いたのが、僕自身もですね、結構これに対する共和党側のリアクションが結構激しくて、うん、はい、トランプがやっぱ嫌いっていう勢力がやっぱ一定程度いたわけですよ、うん、ところが、共和党支持者の中でもですね、うん、やっぱパックリ割れて、うん、CNN のものを、まあ、ANN ってこれ朝日のテレビの方ですね、うん、はい、テレ朝がこれちょっと出してたんですけど、これ見てくださいよ、トランプ氏の起訴については全体的にはやっぱりこれ その通りだと、やっぱトランプを起訴すべきだってのは 60% いたと、うん、これ全国民ですね、うん、アメリカの、はい、で反対40ってことなんですけど、うん、まあ、あ、なるほどなと思うんですけど、うん、共和党の中で見ると8人になってるんですよ、うん、これは相当共和党代表にはトランプがなってしまうという構図ですよね、はい、そうなんですよ、でこれは、うん、ここの現在 の、まあ、その起訴された後のリアクションとして、うん、共和党が結構まとまってきて、はい、今までトランプ嫌いで有名だった人たちも、うん、例えばで、まあ、デサンティスは、まあ、まあ、もともとトランプ派手とかあったんですけど、はい、僕がびっくりしたのはユタ州選出のミット・ロムニーです、うん、はいはい、結構まともな、うん、まあ、いわゆる旧派閥のですね、はい、共和党の主流派みたいな人がですよ、はい、うん、なんとミット・ロムニーまで民主党が嫌いだからっていう理由で、うんうん、いや民主党ちょっとやりすぎだよ、うん、みたいなことやっぱ言ってるわけですよね、はい、そうするとこれね結構問題 であってトランプでまとまってしまう可能性がある、このままいくと、まあ、来年の、まあね、8月とかなんで、うん、まだまだプライマリーは まだ先なんですけど、うん、このままいくとトランプがまず共和党の、候補になりますと、うん、で言ったんですけど、この全体見てください、6-4 でトランプに対して嫌いな人6割もいるんで、うん、結局だからトランプはまた共和党で代表で出ると負けるんですよ、うん、でこの構図ですね、ものすごいジレンマが今生まれているという状況が出てきてます。でも、まあ、トランプを応援するしかないっていう共和党支持者にしてみたらっていう流れができちゃってます、はい、そうですね、基礎についてですね、はい、こういうふうな分け方がちょっとできてきたんじゃないか、うん、3派がやっぱいるんじゃないかというですね、はい、マガチーム、まあ、当然なんですけど、はい、トランプ派のチームはですね、今回のは陰謀だと、うん、民主党による陰謀だっていうことになってるんですけど、共和党の主流派、うん、まあ、さっきのところの、うん、はい、ミトロムニー、はい、ロムニーみたいな 人さえさすがに今回の無理筋じゃないっていうことを、うん、結構その CNN とか MSNBC とかのメディアで言ってる人もいるんですよ、うん、はいはいはい、だからここがちょっとおっと思いましたね、今回の新しい動き、だからちょっとマガじゃないんだけど、はい、でも今のはこれトランプをやりすぎだろうと、そう、民主党は言ってると、民主党としてはってことですね、うん、民主党嫌いだからっていうと、うん、で3番目は、まあ、民主党側のそうやってることが正しいという人たちがいて、うん、まあ、この人たちが、まあ、全国民的には6割ぐらいいるんだろうなとは思うんですけど、うん、はい、それ以外にこの2が出てきたっていうところですね、はい、これは結構注目すべき動きかなと思ってます、うん、そうですね、はい、だからこれだと、うん、結局その本来2のところが人数増やして、トランプと距離がある人たち ね、 そうですね、が増やして、うん、デサンティスとかね、はい、まあ、ペンスとか、はいはいはい、その辺を押していかなきゃいけないようにも思えてたんですけど、うん、そうですよね、はい、もうこれはトランプ、このままいったらもうトランプ、共和党はトランプになって、でトランプが来たら、はい、民主党もバイデンが行って、まともなのはどっちですかって言ったら、やっぱちょっとバイデンがまともだよねということで、またトランプ負けなんですよ、そう、ちょっとどうなのか、これ大丈夫かと、これうん、ちょっとすごいジレンマですよね、老老介護っていうか、いやいや、はい、ひどい大統領選になるっていう状況が、はい、まあ、目に見えてるわけですよ ね、 そうですね、はい、ということなので、この構造、うん、共和党の団結を高めたがゆえに、うん、共和党が負けるという、確かにすごい状況が生まれてますよ、トランプが、はい、
来て、うん、で今度バイデン勝ったら、はい、また今度選挙が盗まれたってやるかもしれないですよね。そうなんです。そうすると、はい、まさにデンジャーゾーンのこの2025年の、はい、これ冒頭の方でそういう話が出てくるんですけど、うんうん、はい、それで選挙がやっぱり盗まれた盗まれないって言った時に、うん、台湾有事が起こってる話、このデンジャーゾーンの一番初めにしてるんですよね、はい、うん、だからそういう状況が本気で生まれちゃうんじゃないかなっていうのは本当怖いなということです。はい、前回の、はい、大統領選の時も、うん、日本で、はい、実はあれトランプが勝ってたんだって暴れてたっていうかね、ツイッターで暴れてた人たちいたんですけど、うん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 、また今回も暴れそうな雰囲気が出てますからね。すでにバイデンがやることは全部卑怯で、はい、トランプがやることは正しいっていう勢力って日本の国内にすでにいますから ね、一定程度、はい、今は静かにしてるんですけど、はい、例えばちょっとトランプツイッターでもですね、うん、トランプ大統領って入れただけで、うん、だいぶトランプフレンズみたいな人がうわーっと出てきますから、うん、はい、はい、うん、いやちょっとね、はい、まあ、なかなか怖いですよこれから。デンジャーゾーンすごい本だということをまずちょっと4つの点ちょっと言わせてくださいよと。デンジャーゾーンっていうのはやっぱタイトルがあまりにインパクトがあって意味がわからない人が結構多いみたいなんですよ、話を聞くと。でそれがですね、何かというと、これ現在のですよ、バイデン政権の戦略方針を暴く本なんですよ。なるほど。どういう何を考えてるかとか、どういうふうに進もうとしてるかっていうのをもう書いてると。そうです。バイデン政権およびバイデン の、 その背後にいる対中戦略を練ってる人たちの考えが、まあ、基本こういうことだよねっていうロジックが書かれてる本、はいはい、一つ目、現在のバイデン政権の戦略方針を暴く本で、はい、でこれがちょっと理解されてないので、はい、まずこれ1点目、はい、で2つ目、同政権およびその周辺の中国対中専門家ですね、どういうふうに見てるのかっていうのが分かります、はい、そのロジックが。で3つ目、それに対してどう対処しようとしてるのか、うん、まあほらデカップリングとかやってるじゃないですか、はいはいはい、そのもっとさらにその先の話も書いてあります、うん、はい、なのである程度 の、 そのアメリカのやってくるだろうなということが予測できちゃうんですよ ね、はい、ね、だってもうそのプログラムとしてこういうふうにやった方がいいって書かれてる。で最後これよ、次の40年間、うん、もしかしたら40年50年かもしれないんですけど、うん、アメリカの戦略を決定づける本なんじゃないかと、はい、いうことです。そうですね、はい、明らかに、まあ、もちろんその一つだけの本でアメリカの戦略全てを決定づけるわけじゃないんですけど、うん、はい、そのうちの一つには絶対なりますよね、うん、ということなんですよ、はい、なので、まあ、資料歴史的な資料価値もある本だと僕は思ってます、はい、ということでこれはぜひぜひ皆さんにお読みいただきたい。これが分かれば、はい、逆に言うと国際政治が分かる。もうまさに米中二十年戦争備えよっていうのをそのまんまの流れでデンジャーゾーンという作品ができてしまってるっていう感じですので ね、はい、もう向こうがむしろ我々の作品をパクったんじゃないか。20年戦争って書いてたけれども、はいはい、いやいや5年でやれよというのがデンジャーゾーンですもんね。